皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今回はですね、えー、とあるもので買ってきたものを飲料レビューしていきたいと思います。今回飲料レビューするのは、リプトン、アセロラティーといった、えー、多分これは期間限定の紅茶だと思います。それを飲料レビューしていきたいと思います。パッケージがすごい綺麗ですね。まあ、では紹介していきましょう。品名は、えー、紅茶飲料、えー、原材料名が糖類、 砂糖、加糖、紅茶、アセドラ果汁、酸味料、香味料、ビタミン C、甘味料、えー、アセスファム系、スクダロース、pH 調整剤。内容量は、えー、500ml となっております、えー。販売者はサントリーフー,ー,フーズですね。まあ、ちょっと噛みました。それでは飲んでいきたいと思います。 うん。紅茶なんですけど、すごいアセロラの甘い感じがもうグググっと強い感じで、まあ紅茶というよりは、うん、アセロラジュースを飲んでるみたいな感じですね。まあ、これ結構アセロラが多分紅茶の成分に多く入ってるんでしょうね。すごい甘いです。ではもう一口飲んでいきたいと思います。 うんまあ、この商品の特徴としては、アセドラの味が強いということですかね。まあ、アセドラの味なんでね。まあ、紅茶、うん普通に紅茶というよりはまあ、アセドラティーとして売った方がいいんじゃないかって感じですね。あ、見せました。こうアセドラティーって書いてました。これはずっと出すのかなちょっとよくわからないんですけど。 まあ、とても美味しかったです。値段の方は、スーパーとかだったら98円ぐらいで買えると思います。まあ、自販機だと150円ぐらいかな。まあ、多分どこでも売ってると思います。しかもカロリーオフだし。まあ、アセロラ体にいいんで、みんな、皆さんぜひ飲んでみてください。まあ、紅茶とかも、まあ、風邪とかの、あのー、予防とかにも役立つとかでね、噂をちょっと聞いたんで、まあ、最近ずっと飲んでますね。まあ、寒い時期になるとあんまり冷たいもの飲みたくないんですけどね。 まあ、紅茶がたまに飲みたくなったんで、まあ、飲んでみました。それでは皆さん、えー、短い動画でしたが、これで終わりたいと思います。さよならー。